はい、皆さん、どうもこんにちは。たかしん&一郎チャンネルの一郎です。るーちゃんです。今回はですね、この新スキンというか再販売、した、マシュメロのスキン、今回はそのスキンを買ったのでですね、見せます。はい、ほらほらほら、これスキンね、そんなに少ないんですが、はい、こちら、はい、マシュメロスキンです。なんかかっこいいというか、なんかね、いいですね。なんかいいね。なんか光ってるね。光ってるね。足のとこ、膝とか光ってる。頭のなんかかぶり物。あとね、このね、ちょっとなんとですね、エモートあるんですけど、これのエモート、このマッシュヨークっていうこのエモートなんですけど、このエモートもね、買ってね、できます。いいですね、めっちゃかっこいいです。これはね、あの2段階認証すれば、無料で武器受けがゲットできます。それですね、まあこのデッドプールもね、いいですよね。あとこれマスク、あの取ったりとかね、こんな感じでできちゃいます。あと白くしたりとか、僕的にはマスクはつけといた方がいいので、マスクありでしょ。あとですね、これがレジェンドスキン。コスチューム、レジェンドコスチューム。アクアマン結構かっこいいんですよね。これ。キンピカ。これマシュメロ。これアイコンシリーズ。バナナだ。なんだっけ名前。なんだっけ、ピーリか。ピーリ。ジェリー。ピーリ。これオーラ。スキンも少ないんですが、まあね、この、なんていうの、これはまだ買ってないんですけど、メロマレットっていう、なんかこれ、いいですね、なんか、音鳴るの、これ、音鳴るのがいいです、いいですね。あとね、これグライダー、皆さんこれ知ってますか？これね、器具があるから、ちゃんとメロライダー、ほら、書いてあります、器具が。音も出てて、ね、いいんですよね。あと10時間です。10時間でなくなっちゃいます。早めにね、まあ、買っといた方がいいです。なくなっちゃうから、人気だから。なくなりはしないけど、まあなんかもう、なんかあれ、終わっちゃうの。もうこのマシュメロが売ってる機械がね、うん、そうだね。まあ今回はこのね、マシュメロスキンを、紹介しました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。さよなら。さよなら。